皆さん、こんにちは。病院、それは命を救う場所。しかし、夜の帳が降りると、ここは全く別の顔を見せ始めます。今夜は、誰もが耳を疑うような、病院で起きた本当にあった怪事件をお届けします。本日の怪談話は、第一の話消えた患者、第二の話廊下の女、この怪談話をお送りいたします。果たして、これらの話はただの迷信なのか、それとも、真実は、あなたが想像するよりもずっと近くにあるかもしれません。心の準備はよろしいですか？では参ります。第一の話消えた患者。夜の病院は昼間とは全く異なる世界だ。人々の声が消え、機械の低いハミング音だけが残る。看護師エミリーはその夜、普段と変わらぬ夜勤を開始した。彼女は特定の患者の定期的なチェックを担当しており、その中には特に注意が必要な高齢の男性患者も含まれていた。この患者は心不全を患っており、頻繁に状態を監視する必要があった。深夜1時ごろ、エミリーがその患者の部屋に巡回に来ると、異変に気づいた。ベッドは空で、患者の姿は見当たらなかった。ベッドはきちんと整えられており、枕元には未読の本が置かれている。部屋の窓は施錠されており、入退室の記録にも異常はなかった。カメラの映像を確認しても、彼が部屋を出た様子はなく、他の人が部屋に入ることもなかった。エミリーはすぐにセキュリティと他のスタッフに通報し、病院内を探し回ったが、その晩は患者を見つけることができなかった。しかし、翌朝、患者は何事もなかったかのようにそのベッドに戻っており、前夜の出来事について何も覚えていないと言っていた。彼の健康状態には異常がなく、夜間にどこかに行った形跡もなかった。この出来事はエミリーと他のスタッフに深い不安を与えた。管理された環境の中で、患者がどのようにして消え、再び現れたのかについて誰も説明できなかった。監視カメラの映像も特に異常はなく、セキュリティシステムにも侵入の兆候はなかった。この謎は解明されることなく、病院内では都市伝説のように語り継がれることとなった。エミリーはその後も夜勤を続けるが、その部屋の患者を見るたびに、不安と恐怖を感じずにはいられなかった。彼女は自分の目が信じられず、何度も同僚に話を確認していた。しかし、同じ現象型の患者にも起こることはなく、この一件だけが異例の出来事として残った。この話は、病院で働く人々が直面する不可解な現象の一例を示している。日常的に見慣れた場所が、突如として謎多き場所に変わる瞬間を捉え、看護師たちの精神的な試練を描き出している。夜の病院が持つ不気味さと、科学では説明できない事象の存在が、私たちの想像力をかきたてる。エミリーとその同僚たちは、この出来事について様々な仮説を立てた。一部のスタッフは超自然的な現象を疑い、病院に古くから伝わる幽霊話が真実であるかのように振る舞った。しかし、エミリーはより合理的な解決策を求めていた。彼女は事件の夜のカメラの映像を何度も見返し、セキュリティシステムのチェックを再度依頼したが、全てが通常通りであることに変わりはなかった。状況が解明されない中、病院のスタッフ間で不安が広がり始めた。エミリーは患者やその家族に対する説明責任を感じ、自分自身の感じた恐怖を抑えながら、彼らを安心させようと努力した。この経験は彼女にとって、看護師としてのキャリアで最も挑戦的な瞬間の一つとなった。事件から数週間後、病院では他にも奇妙な出来事が報告された。夜間に自動的に点灯するはずのない照明が点灯したり、閉じていたはずの扉が開いていることが発見されるなど、小さながらも不可解な現象が続いた。これらの現象もまた、スタッフと患者に不安を与えるものであった。エミリーはこの経験から多くを学んだ。特に、見えないものに対する恐怖とどう向き合うか、そして不可解な現象が、人々の心理にどのような影響を与えるかを深く理解することができた。彼女は自身の経験をもとに、他の看護師たちにも精神的なサポートを提供するようになり、チーム全体の結束力を高めることに貢献した。この話は、ただの病院の怪談話以上のものを提供する。それは、病院という場所が持つ独特の緊張感と、そこで働く人々が直面する心理的な試練を描いている。不可解な現象の背後にある真実は未だに解明されていないが、エミリーと彼女の同僚たちは、この経験を通じて、どんな状況でも患者の安全と安心を守ることの重要性を再認識した。この物語は、
超自然的な要素と現実世界の交差点に立つものとして、聞き手に新たな視点を提供する。それは、科学で説明できない事象がもたらす影響と、それに対処する人々の心理的な強さに光を当てるものであり、聞く者に深い印象を残す。この一連の出来事は、エミリーにとって看護師としての職務だけでなく、人間としての深い洞察をもたらした。彼女は、未知の現象に直面した際の恐怖と不安、それにどう対峙するかという経験を通じて、自己の限界と向き合った。彼女はまた、この経験を機に、病院内でのコミュニケーションの重要性を改めて認識することとなった。スタッフ間で情報を共有し、互いに支援することの大切さを実感したのである。病院という場は、時に予測不能な事態が発生する場所であり、その度にスタッフは団結して対応をしなければならない。最終的に、消えた患者の謎は完全には解明されなかったが、エミリーと彼女の同僚たちは、この奇妙な事件を通じて成長した。彼らは、もし同様の事態が再び起こった際には、より冷静かつ効果的に対処できるようになった。エミリー自身も、未知のものへの恐怖を乗り越え、それを受け入れる勇気を持つようになった。この物語の結末は、未解決のままである。しかし、それがかえって看護師たちの間での結束を強め、彼らが共に働く中での信頼感を深める一助となった。エミリーはこの経験を通じて、病院という場所が単なる医療の場でなく、時に神秘的な試練の場ともなり得ることを学んだ。そして何より、エミリーはこの体験から、不可解な現象に直面した際の看護師としての役割を再考し、どのような状況下でも患者の安全と安心を最優先するという彼女の職務への献身を新たにした。未解明の謎は残るものの、彼女と彼女の同僚たちは、この体験を糧にして今後も患者のために尽くしていく決意を固めたのである。最後に、この物語は私たちにとっても重要な教訓を含んでいる。それは、見えないものに対する恐れを乗り越え、未知に対峙する勇気を持つことの重要性である。また、何事も経験とともに学び、成長していくことの大切さを教えてくれる。エミリーのように、私たちも日々の生活の中で未知の事象に直面したとき、それを恐れるのではなく、学びの機会として捉えることができれば、より豊かな人生を送ることができるだろう。第二の話し廊下の女、新人看護師のサラは、その夜、病院の長い廊下を一人で歩いていた。深夜のシフトはいつも少し心細いものだが、サラは看護師としての自信をつけようと頑張っていた。廊下の蛍光灯がぼんやりと空間を照らし出し、静かな足音だけが響く。彼女が一区画を通り過ぎようとした時、突然目の端に白い影が映った。振り返ると、白いナース服を着た女性が彼女に微笑みながら手を振っていた。サラは少し驚いたが、その女性が先輩看護師の一人かと思い、声をかけようと近づいた。しかし、女性は何も言わず、ただ微笑を浮かべている。サラがさらに近づくと、女性の姿は突如として霧のように消えてしまった。驚いたサラは周囲を見回したが、その女性の姿はどこにもなかった。彼女はこの出来事を夢か幻覚だと思いたかったが、その女性の表情や動きがあまりにも鮮明で、現実と区別がつかなかった。サラはこの不可解な出会いを上司に報告した。驚くべきことに、上司は彼女の話を真剣に聞いた後、数年前に同じ病院で亡くなった看護師がいたことを教えてくれた。その看護師は事故で亡くなり、白いナース服を着ていたという。上司によると、その後も時折彼女の姿が病院の廊下で目撃されているとのことだった。この話を聞いたサラは、恐怖と興味が入り混じった複雑な感情に駆られた。彼女はその看護師の背景についてもっと知りたくなり、亡くなった看護師の過去の同僚や家族に話を聞いた。調査を進めるうちに、サラは亡くなった看護師が病院で非常に愛されていたこと、そして不慮の事故で亡くなった後も、多くの人々が彼女を懐かしんでいることを知った。サラは、亡くなった看護師が何か未完成の仕事や伝えたいメッセージがあるのではないかと考えた。彼女はその看護師が最後に勤務していた部署を訪れ、そこで働くスタッフから話を聞いた。多くのスタッフは、夜中に不思議な現象を経験しており、それが亡くなった看護師の存在感だと感じていた。エレベーターが自動で動いたり、医療器具が勝手に動くなどの出来事が報告されていた。サラの興味は次第に深まり、彼女はその看護師の生前の姿を伝えるドキュメントを作成することにした。このプロジェクトを通じて、
サラは看護師としてだけでなく、人間としての深い洞察と成長を経験した。彼女は看護師としての使命感とともに、人々の心に寄り添うことの大切さを再認識した。この物語は、単なる怪談話以上のものを提供する。それは、病院という場所が持つ特有の雰囲気と、そこで働く人々の絆の強さを浮き彫りにするものであり、看護師たちの心の支えとなる存在がどれほど大切かを示している。また、亡くなった人々が何らかの形で私たちの中に生き続けることの美しさと、それを受け入れることの大切さを教えてくれる。今夜の怪談話はいかがでしたか？あなたの周りにも語られざる怖い話が隠されているかもしれませんね。もし今夜の話に興味を持ったなら、このチャンネルをぜひ登録してください。そしてベルのアイコンをクリックして通知を受け取ることを忘れずに。次回もあなたを驚かせるような話を用意してお待ちしています。恐怖と興奮が交錯する病院の怪談シリーズをお楽しみに。それでは皆さん、良い夜を。またお会いしましょう。さようなら。